の分別について。こんにちは、僕はキラリン。私はピカリン。市川市のゴミを減らすためにいろいろな仕事をしているんだよ。市川市のゴミの分別方法をみんなで勉強しよう。ゴミ分別の中にプラスチック製容器包装類ってあるけど、これって何？プラスチック製容器包装類。容器包装とは商品を包んでいた包装材のことを言うのよ。例えばペットボトル、飲み物が入っていた容器よね。卵のパック、プリンやカップラーメンのカップ、お魚やお肉が入っていたトレー、歯磨き粉やマヨネーズ、わさびなどが入っていたチューブ、お菓子の袋やレジ袋、家電製品を買った時に入っている発泡スチロールや緩衝材などがあるよ。そうか、何かを買った時に入っていたり包んでいたりする入れ物なんだ。そうなの。プラスチック製容器包装類はプラスチックでできている入れ物なのよ。そしてこのマークがあるものは全部当てはまるの。わかった。でもね、気をつけてほしいのが、プラスチックでできている製品そのものは出せないのよ。例えばおもちゃやハンガー、 CD、DVD、洗面器、プラスチック製の密閉容器など、これらは燃やすゴミとして出さないといけないのよ。なるほど。プラスチックでできていても、これらは何か物が入っていた入れ物じゃないね。そうなの。この決まりは容器包装リサイクル法で定められているため、同じプラスチックでできていても容器包装と製品そのものでは分別が異なるのよ。それから同じプラスチックでも、灯油ポリタンクや衣装ケース、プランターなど大きいものは大型ゴミに分類されるのよ。うん、よくわかったよ。プラスチック製容器包装類はこの黒の指定袋に入れて出すんだけど、出すときは必ず中身を使い切ってから軽くすすいで出してね。ペットボトルはキャップとラベルを剥がして軽くすすいでバラバラで袋に入れるの。そうすることでリサイクル処理施設での作業の手間が減るのよ。そうなんだ。ところで、回収されたものはどんな製品にリサイクルされるの？うん、回収されたプラスチック製容器包装類は処理施設に集められると、ペットボトル本体とその他のプラスチック容器に手作業で分けるの。ペットボトル本体はまた新品のペットボトルや洋服に、その他のプラスチック容器はプランターやパレットなどにリサイクルされるのよ。へえ、だからペットボトルはキャップとラベルをバラバラにして袋に入れるんだね。僕、きちんと分別するよ。スーパーなどにも資源物を回収するボックスがあるので、もし収集日に出せなかったら、買い物のついでにお店に持っていくのもいいよね。うん、貴重な資源だからね。みんなもきちんと分別しようね。